習をしてみたいと思います。お姉さんがせーのって言ったらみんな声を揃えて頑張れって言ってね。いくよ、せーの、バッチリです。でもね、もっと大きな声が出るとお姉さんはもうだを呼びたいと思います。それじゃあ1回で呼んでください。いくよ、一発本番です。ではお姉さんがせーのって言ったらみんなで声を揃えて仮面ライダーって呼んであげてください。いきますよ、せーの、平成仮面ライダーショースタート。形抜ける、かき分けられてしまった。事件発生、車美術館にて窃盗事件が発生した。金銀を巡回している警官は至急捜査に当たる。繰り返す、事件発生、事件発生。ついに、ついに手に入れたわ、この禁断の果実と先ほど手に入れた魔法石さえあれば、私はこの世界を支配することができる。もう追ってきたわね、ここで捕まるわけにはいかない。やったー。あれ、ウドは誰ぞ。あー、俺たちより先に人間を襲うつもりだな。人間たちを襲う、それはまだ先の話ね。それじゃやつ、一体何をしてたんでござるか。おーい、おやー、獲物は見つかったか。意外め、人間がこんなに嫌だ。さっさとやっちまいましょう。おとなしくしろ、人間ども。今から俺たちがお前たちを襲っちゃう。そしてお前たちが恐怖することで俺たちは進化するのだ。ヤッホー、待ちやがれ。あれ、ロックオン。このボタンは お前たち、こんなとこで何してる。あ、いや、別に。別にって、見るからに怪しいじゃないか。お前たちが窃盗事件の犯人か。違います、変な因縁つけやがって。おめえたち、やっちまえ。ここからは俺のステージだ。おとなしく観念するんだ。おお、頑張ってくる。なんだ、か、体が動かない。これ何か。なんかわかんねえけど、まぐれで。これは後期です。やっちまいでしょう。ついに俺たちの初勝利だ。やっちまえ。やっほー。そこまでだ。行こう、しのすけ。ああ、 Start your engine。 変身。 Drive type speed。 うわー、来た。お前たち、おとなしくしろ。って、え、神様。しのすけが来てくれて助かった。さて、仕切り直しだな。お前たち、おとなしく。って、あれ、君たち、どこかで。緊張の時、見てもらえ。俺ら、
2代目3、はい。おお、すげえすげえ。いや、感心してる場合じゃないから。君たちがあの美術館の窃盗事件の犯人か。またそれか。何度も言うようだが、俺たちは犯人じゃない。そうだそうだ、変な人間付き合うなんて。俺たちを怒らすと痛い目見るぞ。なんかものすごく怒ってるけど大丈夫？多分。何ごちゃごちゃ言ってやがる。もうこうなったらやぶれかぶれだ。本日3回目やっちまえ。逃げられちゃったな。俺たちも今のうちに。君たち、はい、本当に犯人じゃないのか。さっきからそうだって言ってるじゃないか。そういえばなんか怪しいやつは俺見たぜ。怪しいやつ。そうなんかこう髪の長い女っぽいやつだった。そっか、情報ありがとう。あ、いえいえ。ところで君たちが美術館の窃盗事件の犯人ではないとして、この会場のみんなを襲おうとしたんだよな。え、そうだけど。バカ、それを言うな。だったらみんなを襲おうとしていた現行犯で逮捕だ。あそこに窃盗事件の犯人が。え、どこどこ。食堂の今だ、逃げろ。いないじゃん。ってこっちもいない。しんのすけ、またそんな初歩的な罠に引っかかるとは。うるせえ。まあまあ、とりあえず犯人の情報を得られたんだし、いいんじゃないの。まあそうだけど。で、ちなみにその美術館で盗まれたものって何なんだ。ああ、確か魔法が宿る石、魔法石って言ったかな。実はこの前も窃盗事件があって、車研究所でなんか果物が盗まれたんだ。ヘルなんとかの実だったかな。宝石と果物じゃ何の関係性もないから、多分別の犯人だと思うんだけど。おい、それめちゃくちゃヤバいことになってんぞ。え、魔法石っつったらファントム、ヘルヘイムの実はインベス、それぞれ俺たち仮面ライダーが戦ってきたやつらに繋がるんだ。そっちのロイニードだってなんかあるだろ。ロイニード、確か下級ロイニードは人間の欲望を吸収することによって進化をする。先ほどの彼らは分からずにみんなを襲おうとしてたみたいだけどね。今はいいかもしれない。でもその窃盗犯と手を組んでみろ。真実を教えられ、本気で人間を襲うかもしれないぞ。ここで立ち止まってられないか。さっきのロイミュードたちを追いかけよう。ああ、と追いかけるのはもちろんなんだが、俺に魔法石に詳しい知り合いがいてね。ちょっとそいつに手伝ってもらうか。え、知り合い、もしかしてまた違う神様。あ、いやいや、さすがにそれはない。人間だった頃の知り合いだから。あと、その神様神様ってやめてくれないか。俺はカズラバコウタ。コウタでいいよ。コウタ、改めてよろしく。ああ、しんのすけ、それにベルトさん、こっちこそよろしく。こちらこそ、コウタカズラバ。さて、じゃあまずはその知り合いのところに行くか。そうだな。はあ、また失敗したな。俺たちほんとうまくいかないぜ。兄貴がいなくなってみんなバラバラになって途方に暮れてた時に再会したんだよな俺たち。あれは今年の春だったっけ。交差点でたまたまその時に兄貴がいなくなったことを知って、もう一度頑張ろうって決めたんだよね。兄貴の意志を継いで兄貴の野望を叶えてやるって決めたのに。ジーン、ママはこれで3年目だよ。
今兄貴がいたらきっと怒られるんだろうな。おめえらもっとシャキッとしやがれ。何が情けない顔してんじゃん。やる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 。とりあえずまずは進化することを考えよう。ざっくり。その進化とやら手伝ってあげましょうか。どれよ。お前はさっきの。私はカーミラ。あなたたちの進化というものを手伝ってあげる。進化を。兄貴、かっこいいだけ信じちゃダメだよ。見るからに怪しいよ。見た目で判断するのは良くないんじゃなかったかしら。図星。とりあえず話だけでも聞いてみる価値はあるんじゃない。そうだな。まずはあなたたちがどうすれば進化するかを教えてあげる。え、どうすんの。なんか方法あんの。あなたたちは人間の欲望を吸収して進化するの。欲望。そう、人間にはみんな欲望がある。あれが欲しいとか、こんなことがしたいとかね。それを叶えてやることによってあなたたちは進化するの。そうなのか。じゃあ早速人間たちの欲望を聞いて。待ちなさい。いい？欲望は大きければ大きいほどあなたたちは強い進化体になれるの。そこで一つ提案なんだけど、私の欲望を叶えてみない？あんたの欲望？そう、きっとあなたたちはとても強い進化体になれるわ。兄貴、過去苦いね。どうする。俺ちょっと怖い。いいだろう、その話乗った。契約成立ね。ではこれはあなたへのプレゼントよ。受け取りなさい。なんだこの石。お、なんだこの石。何も、ただ力を与えただけよ。さてと、ここからだけど。やめて。まだ何もしてないわよ。いい？今からはこの会場に集まっている人間の欲望でも聞いていこうと思うの。特に子供たちなんか純粋な欲望でいっぱいだわ。なるほど。子供たちの欲望、人間の欲望を聞くことによって進化へのヒントが見つかるはずよ。そうやね。さあ子供たち、私たちにあなたたちの欲望を聞かせなさい。って言ってもまだ進行は全然深まってないから仲良くならないといけないわよね。そうだわ、あなたが少しうるさいから黙っていてちょうだいね。みんなこんにちは。私の名前はカーミラ。よく知っておいてくださいね。早速なんだけど挨拶をしてみようかしら。そうね、あら今日はかわいい服を着た子供たちが多いわね。サンタかしら。クリスマスといえば特別な挨拶があったわよね。知ってるかしら。何？そうよね、メリークリスマス。今日はこれで行こうと思うの。私がせーのって言ったら大きな声でメリークリスマスって大きな声で言ってちょうだい。行くわよ。会場に集まったみんな、せーの。あら、これだけいるのにそれっぽっちの声しか出ないの。もっとはっきりと喋りなさい。もう一度行くわよ。会場のみんな、せーの。やればできるじゃない。そうだわ、せっかくだし分けてやってみようかしら。女の子、手を挙げて。今日は可愛らしい女の子たくさんよ。知ってるかしら、おばはんを舐めよ。大きく手を挙げてちょうだい。いいわね。男の子よりも少ないけどきっと可愛い声が出るはずよ。いくわよ、せーの。じゃあ次、男の子。
けちゃダメよ。大きな声で元気いっぱいのメリークリスマスと言ってちょうだい。いくわよ、会場に集まった男の子だけ、せーの、素晴らしいわ、とっても良かったわよじゃあ次、分かってるわよね、大人たち手を挙げなさい。そんなはずないでしょ、手を挙げなさい。ほら、この辺り全然手を挙げてないじゃない。さっさと手を挙げないと後でひどい目に遭うわよ。子供にできて大人にできないことなんてないはずよ。しっかりとお手本を見せてあげてちょうだい。いくわよ、会場に集まったお父さんにお母さん、そしておじいちゃんにおばあちゃん、せーの、よくやるわなんて若さのない声かしら。まあいいわ、素晴らしかったわ。みんな大きな拍手を。これで信仰も深まったかしら。そうね、子供たちの欲望をしっかり聞きたいから、あなた2、3人連れてきてくれるかしら。私たちに協力してくれる子を探しているんだけど、大きく手を挙げてちょうだい。元気がないとダメなのよ、元気が。しっかり手を挙げなさい。せっかくだし私も探してみようかしら。お席には戻ったかしら。あなたたちの欲望よーく分かったわ。そうだわ、せっかくあなたも協力してくれたんだもの、あなたにもご褒美をあげるわ。え、なになに、なにこれだ。あなたにはこれを。え、なにこれ、くだまま。あ、当てこれ。ややっぱりプレーンシュガーが一番だな。おーい、ハルト。ん、カズラは。よっ、久しぶりだな、元気してたか。まあな。で、こんなとこまで来たってことは、まあ、悪い知らせだよな。そういうこと。しんのすけ、説明お願い。わかった。実はここ最近相次いで窃盗事件が起きている。その盗んだものが重要なんだが、研究所からはヘルヘイムの実、美術館からは魔法石が盗まれた。魔法石だって。そう、それでハルトに協力してほしくてね。犯人は何か企んでいる可能性が高い。魔法石に詳しい君に協力してほしいんだ。わかった、協力しよう。ありがとう。そういえば自己紹介が遅れたね。俺は泊慎之助、特上課に勤務する巡査だ。よろしく。俺は相馬ハルト、指輪の魔法使い。魔法使い、すげえ。なんか魔法見せてくれよ。いや、見せてって言われてもそんな宴会芸じゃないんだから。そうだぞ慎之助、彼の魔法はとても大切なものなんだ。え、ベルトが喋った。私はクリムスタインベルト、よろしく頼む。よろしく。さて、自己紹介も済んだことだし、奴ら追いかけるか。そのことなんだが、少し思い当たる節があってね。ちょっと別行動を取らせてもらうよ。わかった、気をつけて。ああ、それじゃあ行きますか。この会場にいる人間を襲うのよ。さあ、やりなさい。
待て、そこまでだ。会場のみんなを襲わせたりしない。来たわ、あなたたちは罠にかかったのよ。え、やってしまいなさい。おう、私の計画を邪魔する者は消えてもらうわ。そんなことさせねえ。やはりお前の仕業だったか、神だ。いつもいつも私の邪魔ばかりして許さないわ。許さないのはこっちの方だ。人々を襲おうとしたこと、それに何の関係のない二人まで操って利用するとはな。私は彼らの願いを叶えただけよ。むしろ感謝してほしいぐらいだわ。なるほど、それがお前のやり方か。こっちゃこっちゃうるさい。さあ、ショータイム。目を覚ませ。止まり、無駄だ。奴らはもう自分たちの意志はない。そんな、カズラはだって分かるだろ。ネルヘイムの身を口にした奴がどうなるかくらい。そうだよ。奴らはそれぞれ魔法石ネルヘイムの身の影響を受けている。もうどうしようもない。でも正気を保て止まり。彼らのことも大事だが、この会場の人々を守ることが優先的だろう。もう考えるのやめた。まずはこいつらを止める。結論は出たかしら。まあ、あなたたちなんか返り討ちにしてやるわ。言わせておけば。仮面ライダー、トライ。
ショータイムだ。ひとっ走り付き合えよ。もう年はね、やってしまいなさい。う信じているから見ていけやろう。
な、悪いことしたらまた懲らしめてやる。さあ、みんなに挨拶しようか。うん、みんな、今日はありがとう。みんなのおかげで守ることができた。本当にありがとう。これからも、俺たち仮面ライダーを走り続ける。またみんなと会えるときは、応援よろしく。約束、だからな。それじゃあみんな、また会おう。 See you again。 バイバーイ。